はい、こんにちは、レトスノーノです。7月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日から、7月ですね。試験まで残り、4ヶ月を切っているので、ラストスパートをかけていきましょう。分かっていない部分を明確にして分かるようにしていく、これが勉強です。そのためにまず分かっていない部分を明確にすることから始めていきましょう。例えばなんですけれども、アプリ使って勉強している方、いらっしゃると思います。で、その場合なんですけども、解けなかった問題にぶつかった時に、その問題を再度復習するための仕組みっていうのを作っていますでしょうか？単に解けなかった、解説見た、あ、そういうことなんだ、はい、次の問題ということを繰り返していると、結局その解けなかった問題を復習する機会ってあまりないと思うんですよ。で、そうなってくると結局頭に定着しないんですよね。一回解説見て、それで頭に入る方、まあもちろんね、いるかもしれないけども、多くの方が一回、解説見ただけで、それが頭に入るって方はほとんどいないんですね。私も含めて、何回も何回もやっぱ勉強しないと、復習しないと、頭に入ってこないんですよ。また理解も深まりません。で、そのためには、解けなかった問題っていうものを、再度復習する仕組みを作る必要があるんですね。例えばなんですけども、まあ、一番簡単な方法で言うと、解けなかった問題の、URL をメモ帳のアプリなどで、まとめておく。まあ、メモ帳なんでね、そんなに容量使わないと思うんですよ。で、解けなかった問題があったら、それを、その URL をコピーしてメモ帳に、貼り付けておく、コピペをするってことですね。そうすると、解けなかった問題の URL がずらーっと一覧になってまとまるわけですよ。そうすれば、復習の時にそのメモ帳を使って URL を一つ一つ開いていけば、解けなかった問題を再度復習する仕組みができるわけですよね。そのようにして復習する。これすごく重要なんで、ぜひですね、行ってみてください。まあ他にね、別途やり方があるというのであれば、それで全然構いません。まあ今回はね、一つ参考程度にお伝えをいたしました。それでは本日の3問に入っていきます。A が B 所有の公と地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、 A が C の代理人となって BC 間の売買契約を締結したときは、 C は公と地の所有権を当然に取得する丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは×です。今回、双方代理という内容なんですけども、双方代理は原則禁止になってるんですね。で、もし双方代理行った場合は、無権代理として処理して、本人に契約の効果は及ばないです。本人に契約の効果は帰属しないという言い方もします。まあ、これ原則なんですね。ただ、例外があって、本人があらかじめ許諾した場合、もしくは本人が後で認めた場合、追認した場合ってことですね。その場合は有効になります。つまり、この問題文では当然に C は公と地の所有権を取得すると書いてありますよね。で、これは誤りですね。これは誤りです。当然に取得するわけではありません。まあ、これ、実は理解をすれば当たり前の話なんですね。で、今回はこれをどうやって理解するのか、これを別途動画でお伝えいたします。で、この双方代理の理解の仕方については、下記概要欄に理解の仕方の動画の URL 貼っておきます。なのでそちら、ぜひご覧ください。いつも言ってるんですけども、もう丸暗記学習だとですね、正直合格点マイナス1点とか2点ぐらいまでしか持っていけないんですね。理解学習をすることで、楽にその合格点を超えることができるんですよ。合格点プラス3点4点。このあたりは普通に持っていくことできるんですね。で、多くの方がその合格点マイナス1点2点で落ちているっていうのは、やはり理解学習できずに、もう丸暗記学習をひたすら頑張ってるからなんですよ。丸暗記でもう毎日2時間、1年以上勉強したとしても、やはりですね、その合格点に到達する人って、ほんのごく一部なんですよね。頑張ったにもかかわらず合格できないっていうことになっちゃいますので、だからこそ、理解をしていただきたいんですよ。そうすれば、一発でも全然合格できます。法律知識ゼロの方でも、実際弊社の短期講座受講していただいて、理解学習を実践していただき、で、一発で合格していってる方はたくさんいらっしゃいますので、もう苦しい勉強を続けるんじゃなくて、ぜひですね、理解学習に変えて楽しく勉強していただければと思います。それが合格へつながっていきますので、ぜひですね、理解学習実践していきましょう。では問い2に入ります。信託業法第3条の免許を受けた、信託会社で宅地建物取引業を営む者は、国土交通大臣の免許を受けた、
宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届け出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。まあ、これは営業保証金の問題というよりは、免許の要否の問題かなと思います。まあ、そもそも信託会社っていうのは、国土交通大臣に届け出るだけで、宅建業を適法に営むことができるんですね。で、これっていうのはそもそも、信託会社っていうのは免許のルールが適用されないんですよ。宅建業法の免許のルールが適用されません。よって免許を取り消されるってこともないんですね。だから誤りというふうになります。まあ、きちんと理解をしていれば答え導けるんじゃないのかなと思います。では問い3です。高度利用地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度、準都市計画区域内にあっては、建築物の高さの最高限度、これを定める地区を言う、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。高度利用地区っていうのは、高さの最高限度、または最低限度、こういったものは定めません。高度利用地区は、容積率の最高限度、または最低限度を定める地区です。ちなみに、高度利用地区っていうのは、現状道路整備等が進んでいなくて、また、用途地域の指定によって、高層の建物が建てられない区域だけれども、これから発展させていこうという場合に、高度利用地区を指定して、道路を整備し、巨大で高層なビル群を作って、街を活性化させていくための地区です。これぐらいのイメージくらい持っておいたら大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。